今日から復帰いたします。ご心配をおかけしてすみませんでした。そうね、心配かけた分働いて返してちょうだい。でも明智さんもそうだけど、今週に入って彼女も戻ってきてくれたし、また元の捜査室って感じになって嬉しいな。それはそうやな。明智さんがいないと外回りがきつくなるし、こいつがいないと男ばかりになってむさくなるし。むさくなる、そういうレベルだろうかこの惨状は。お掃除の人もこれじゃ嫌よね。君がいないと事務処理もデータ整理も溜まっていく一方だ。そうね、専門的なことはまだ難しいかもしれないけど、まんべんなくこなしてくれるから、人数が少ないうちの部署にとっては大切な戦力よ。室長、ありがとうございます。だから小野瀬も手放したくないって思ったんだろうし。俺は心配でしたよ。彼女が小野瀬さんに手を出されたらどうしようかと思って。でもあの人、仕事に男女関係を持ち込みたがらないタイプだよ。小野瀬さんのアシスタントをしたいって女性はたくさんいるけど、全部断ってるから。確かに小野瀬はそういうところがあるわね。仕事とプライベートを切り分けているから。だからこの子を手伝いに使わせてほしいって言われた時許可したんだけど。そうだったんだ。小野瀬さん、一応は私の能力を買ってくれたということなのかな。さ、そんなことより、みんなが抜けていたことで仕事溜まってるんだから、バリバリ片付けてよ。でもなんとなく変なんだよね。私一人が仲間外れって感じ。あの、お茶かコーヒー飲まれますか？ごめんね。この後ちょっと調べることがあって出るから。俺もちょっと出てくるんで。あの、コーヒーかお茶入れましょうか？いらない。この小笠原さんのリアクションはいつものことだな。あの、何を調べているんですか？見てもわからないでしょう。相変わらず冷たいな。俺はお茶をもらいたいんだが、頼めるか？あんたの入れてくれたお茶は美味しいから、私も飲みたいんだけど、この後ちょっと偉い人に会わないといけないから。悪いわね。はい。もしかして私がこの部署で役に立つことって、コーヒーやお茶を入れることくらいしかないんじゃ。あと悪いんだが、この書類を小野瀬さんのところに持って行ってもらえるか？はい、わかりました。もしかして小野瀬さんに会えるかな？小野瀬さんはああいう人だし、あんまり深入りしない方がいい。それは分かってるけど、やっぱり私ちょっと気になってるのかな。あれ？誰もいない。あの、誰かいらっしゃいますか？あれ？驚かせたみたいで悪かったね。昨日徹夜だったもんだから、少し休むつもりで横になってて。すみません、お休み中のところお邪魔して。いや、
仕事なんだろうから。はい、書類預かってきたんですけど。ああ、明智くんが言ってたやつか。なーに？あ、いえ、なんでもありません。それじゃあ失礼します。待って。え？よかったら寝起きのコーヒー付き合ってくれない？私でよければ。君じゃなかったら誘わないよ。え？なんだか会うのも久しぶりって感じだし。休む前に入れたばかりなんだけど、風味が落ちたかな。そんなことないと思いますよ。さっき君が近くに来た時、コーヒーの香りがして、それで思い出したんだけど。あ、さっき操作室で入れたからですね。しばらくぶりの操作室はどう？前と変わらないですよ。変わらない。私のことより小野瀬さんはどうですか？泊まり作業だったみたいですけど、何を調べていたんですか？いや、それはいろいろね。操作室の人たちだけじゃなくて、小野瀬さんまで隠し事をしているみたい。なんだか寂しいな。でも当たり前か。何でも話せる仕事内容じゃないし。どうしたの？なんだか暗いけど。あ、いえ、すみません。なんでもないですよ。本当？あの、私、やっぱりラボのお仕事を手伝いたいんですけど。ここの？でも、操作室の仕事も溜まってるみたいだけど。だけど、私ができることなんてそんなにないと思いますから、いなくても変わりませんよ。みんなだってきっとそう思ってます。本気でそう思っていたら、穂積が自分の部署に引き戻そうとしないよ。聞いてたでしょ、俺と穂積のやりとり。はい、でももういいよ。君にそんな思いをさせたのは俺のせいだから。小野瀬さんのせいじゃないと思いますけど。俺がこっちの手伝いをしてもらっていたから、その間に流れていた操作室の時間だけみんなと距離が空いてしまったんだと思う。そしてラボで過ごした時間の分だけ俺と君の距離が縮まった。小野瀬さんとの距離？ああ、だからもし操作室のみんなと距離が空いてしまったというなら、それは俺の責任だ。ごめんね、嫌な思いをさせて。いえ、私の方こそ子供じみたことを言ってしまってごめんなさい。いいよ、もしまた辛いことがあったら言ってほしいし、俺でよければ聞くから、一人で抱え込まないで。これも A 型だ。やっぱり多いな。ま、日本人に多い血液型だからね。割合的には4割が A、3割が O、2割が B で、1割が AB だから。もしかして小野瀬さんも A 型とか？なんでそう見えた？すみません、違いましたか？いや、A 型だけど。あ、当たってました？
A 型ってやっぱり多くて平均的だから、なんていうかつまんない血液型だよね。でも A 型って言ってもいろいろありませんか。ま、だけど A 型は農耕民族の中で生まれた血液型だから、統計から見ても保守的で努力型な人が多くなるんだと思うよ。でも確かに小野瀬さんは努力型じゃないかと思います。普段からよく仕事関係の本や学術論文を読んでますよね。俺が努力型？それに仕事に対しては真摯だし、学級的なところもあるし。確かに大学時代はよく研究室にこもっていたけどね。あ、そうなんですか。なんだかそんな風に見えないですけど。そう？生化学系の実験実習ってかなりきついんだよ。3日未満不眠不休でやらないと失敗するような実験もあったし。え、じゃあ今とあんまり変わらないですね。だいたいいつも寝不足で働き詰め。そうだな。君時々すごい確信をつくよね。ごめんなさい。俺のことをコツコツ農民型の研究室引きこもり野郎だなんていうのは君くらいのものだな。え、私そんな意味で言ったんじゃないですよ。日々たくさん働いてたくさん勉強してて偉いなって思っただけで。いや、当たってるよ。本来俺はそういうタイプの男だよ。君はすごいね。あ、そうだ、今度君の研究をしてみたいな。それこそ脇目も振らずにずっと研究に没頭していられそう。何言ってるんですか。ところで大学時代の小野瀬さんの研究テーマって何なんですか。アポトーシス誘導機構におけるカスパーゼの活性と役割。はい。もともと細胞間認識とアポトーシスに興味があってね。多細胞生物は異なる機能を持つ分化した細胞群によって構築されているのだけど、この秩序維持は細胞表面分子によって行われていて。みんなちょっと聞いてくれる？どうしたんですか？実はね、成平工業に爆破予告が入ったらしい。成平工業？また成平工業？明智さんが巻き込まれた爆破現場も成平工業の近くでしたね。今度は脅しじゃ済まないってことか。新製品開発でいろいろトラブル抱えてるみたいだし。ですね。しかも成平工業は殺害された石原の工場が潰れた原因でもあるようです。おいてめえら、なんでそんなに詳しいんだ。俺はデータを確認しただけですけど。聞き込みした成平工業の受付の子が可愛かったんで、それでチェックしていただけで。俺はその石原殺害事件が気になって、つい。殺人事件は途中で担当から降ろされ、爆破には巻き込まれる。普通の刑事ならやっぱり気になりますよ。まあそのことは追及しないでおくけど、上から睨まれないようにしてよね。問題が起こってからじゃ遅いから。ちなみに爆破予告についてもあんまり動き回らないでほしいんだけど。それでみんなそれぞれが事件のことを調べていたみたいなんです。全員命令違反とはね。穂積も随分と見る目があるんだな。笑い事じゃないですよ。私が感じていた疎外感はきっとそのせいなんじゃないかと思うんですけど。そのせいって、君だって明智くんに頼まれて調べていたでしょ。同じなんじゃないの。でもあれから明智さん一人で何か調べているようで、
手伝わせてくれないですし。それは君を危険なことに巻き込みたくないから。危険なことに？そう、どうやらみんな君のこと気に入っているようだからね。気に入ってる？まさか、みそかさ扱いなのに。明智くんは彼の性格から言って信頼していない人間に物事は頼まない。藤森くんと如月くんはどちらも君と俺が仲良くしているのを面白くないと思っているらしいし。それは気のせいなんじゃ。小笠原くんも君がいるのを知っているのにわざわざラボに来てる。穂積は気に入らない人間を手元に置いておこうなんて考えるはずがない。心理分析も得意なんだよね俺。小野瀬さんにそう言われたらそんな気もしてくるけど、でもすぐそうやってネガティブに考える。今日はもう仕事終わり？え？はい、そうですね。だったら食事にでも行こうか。少しは気分転換になるだろうし。嫌かな？いいえ、嫌だなんて。じゃあ決まり。さ、何が食べたいかな？あの、小野瀬さんは？小野瀬さんが食べたいものでいいですよ。食べたいもの？うわ、それはもちろん。小野瀬さん？でもそう簡単に食べさせてはくれないだろうからね。食べさせてはくれないってやっぱりそういう意味なのかな。さ、早く荷物を取っておいで。あまり遅くなると保証をしにくくなるよ。保証しにくくなるって、小野瀬さん、さっきから本気で言ってるのかな。どう？気に入ってくれたかな？はい、とっても美味しいですし、盛り付けもすごく素敵です。そう、それはよかった。ここはデザートも美味しいんだよ。そうなんですか？楽しみです。よかった、やっと楽しそうに笑ったね。え？いや、みんなのことをかなり気にしているみたいだったから。あ、それで食事に誘ってくれたんだ。私のために誘ってくれたってこと？すごく嬉しいです。君が喜んでくれたら嬉しいよ。うわ、美味しそう。そうだね。こうして君と同じ気持ちを共有できるのはもっと嬉しいし。あ、そうやって口に出してもらえて初めて君と同じ気持ちだとわかる。全てを口にする必要はないと思うけど、でも口にすることで嬉しさが共有できることもあるから。俺の前では素直になってほしいってそう思っているんだよ。でもこんなことで元気になるなんて単純ですよね、私って。いいんじゃない、俺はその方が好きだよ。あの、事件のことなんですけど。事件？はい、殺害事件と爆破事件、やっぱり犯人は同じ人物なんでしょうか？さあ、でもどうしたの急に。いえ、どうやら捜査室のみんなは森川さんが怪しいって思っているみたいで。え、森川って
殺害現場から如月くんが取り逃がした男のこと？はい、明智さんが身元を調べてきて、どうやら爆弾製造に関与しているみたいなんです。うん、あれ、でも今は捜査室に捜査権限はないんじゃ。あ、そっか、あんまり言うと室長やみんなが困ることになるかも。すみません、単にそんな話をしていただけで。さっきの言い方だと君は森川が犯人だと思ってないみたいだね。どうしてそう思うの？どうしてって、以前小野瀬さんに石原工業の情報を調べてもらったことがあったと思うんですけど。ああ、明智くんに協力した時。はい、森川という人は石原さんに雇われていたんですけど、あの頃石原工業は爆弾を作る仕事をしていたわけじゃありませんでしたし、彼は梱包と配送担当なんですよね。なんとなく爆弾を作った人は別にいるような気がします。ということは石原が作ったのかな。彼の会社は化学薬品を取り扱っていたんだから、基本的な爆薬知識はあると思うよ。それもなんとなくですが違うような、気のせいかもしれませんけど。気が合うね。俺も君の意見に賛成だよ。え？あくまでも情報だけでの考えだけど、あの事件で使われた爆弾はね、爆薬自体はすぐ作れるんだよ。問題は起爆制御。どういうことですか？君の話によれば森川にはエンジニアとしての技術はないみたいだし、犯人は成平工業に近い、例えば社内の人間なんか怪しいんじゃないか。失礼いたします。うわ、綺麗。あれ、これは頼んでないと思うんだけど。はい、本日カップルでいらしたお客様には食後にこちらのドリンクをサービスしておりまして、よろしければお召し上がりください。カップルって？それじゃ、まあいただこうか。事件の話の途中だったけど、まあそれは後でもいいか。大丈夫ですか？あ、悪かったね。あれ、お酒が入ってるって思わなくて。そうですね、私もノンアルコールカクテルかと思いました。しかし君は何ともなさそうなのに俺だけ情けないな。そんな、とにかく少し酔いを覚まさないと。すみません、少しは気分が良くなるかと思って。いや、ありがとう、優しいね。あの、小野瀬さん。オンタイ、例のセンター街の殺人事件なんですけど。オンタイ、すみません、北区の強盗犯の遺留品について急係から問い合わせなんですけども。すまん、順番に持ってきてくれ。それからオンタイはやめてくれ。はい、すみません。あの、急係の係長さんが来ちゃいました。悪い小野瀬、急ぎでこれ調べてくれないか。あ、すみません、今小野瀬さん急ぎの分析で手が離せなくて。
なんだよ、どこの仕事だよ。こっちだって急ぎだ。いえ、だからですね、遺留品の分析には優先順位をつけてもらうことになっていてですね。優先順位？1係が優先で9係は後回しってことか。相変わらず大きな声ですね。俺たちは犯人じゃないんですけど。ああ、いや、こいつが変なことを言うから。変も何も事実ですよ。急ぎの分析をやっていますから。こっちも急ぎなんだよ。なんとかならないか。でも人命がかかった仕事です、ご存知でしょ。参ったな。今日中に分析してもらえないと明日被疑者を引っ張れないんだよ。そう言われても今やっている分析、少なくとも今日いっぱいはかかりそうですからね。いいですよ、これが終わったら朝までに何とかします。小野瀬さん、大丈夫なんですか。俺を誰だと思ってるの。本当か。恩に着るよ、小野瀬。いいですよ、この借りはちゃんと返してもらいますからね。わかった、それじゃあここに置いとくから、よろしく。また引き受けちゃって。それができちゃうからすごいんだけど、小野瀬さんがああやってすごいスピードで分析しちゃうから、あの人たちが甘えるんですよ。とはいえ俺たちの仕事の向こうには一般市民の安全があるだろう。